ございます。いつものように歌う水曜日、節子の歌から始めさせていただきました。本日2018年6月13日の金曜日。13日の金曜日ですね、今日ね。今気がつきました。13日の金曜日は、水曜日だった。失礼しました。13日の水曜日でした。のっけから、間違ってますけども。地球は間違って覚えるところ、そして間違いながら冷静の開花どんどん開いていってます、今日も、これでいいのだというね、間違ってもいいのだという見本を皆さんにお見せしながら、瞬間瞬間を生き生きと、台本なしで生きていくその姿をお見せしながら皆さんと一緒に楽しい時間を想像していきたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。私のお供としてこのゆうきんというね、美しい友達の、おことと書いてゆうきんというふうにも、取れますし、または遊ぶ、おことと書いて勇気、そして勇、あなたの勇でもあるというね、で勇気の勇でもあるという、そして優しいの勇でもある、この勇というね音、とっても気に入ってます。ゆるゆると参りたいと思います。日本の言霊のエネルギーですね。今こそこの時代ね、本当にいろいろ情報過多でどう生きていていいのか、時にはね迷ってしまうこともあるかと思います。そういう時はね、ぜひこの節子の歌う水曜日を見ていただいて、生きる勇気を取り戻していただきたいと思います。こんなねバカなことやってても生きられるんだということですね。私のようなものでもちゃんとね、人並みに男も女も、一人ずつ育て普通の主婦としてもね、生きていける。宇宙由来の、霊的な起源を持つ方でも、この地球を楽しく、過ごしていけるためのサポートを、この音とともにね、していきたいと思います。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。冷静の開花を祝いまして、喜びの歌を歌いたいと思います。ベートーベンに愛を込めて。フライデシュベルグッテルフンケントクテラセリゼウビュルベトレテフィヤルトランケヒムリシェダンハイリヒトゥDeine Zauber binde wieder, was die Mode streng geteilt.
alt alle Menschen werden Brüder wo dein sanfter Flügel weilt. ベートーベンの交響曲第9、第9番目のね、9回目に作ったこの交響曲、もう歓喜極まって交響曲、だけでは済まずに、歌も入ってしまったというね、そういう、代物でございます。あ、画面が固まってるようですが大丈夫かな。こちらの方は一旦停止した方がいいかな。大丈夫かな。画面固まってますね。それでは一旦配信を停止し、もう一度再び始めたいと思います。